まあ、本当に昨日の、7時ゲームの後 の, このゲーム2は2時っていうのは本当に選手は本当に体がしんどいと思う中で、まあ、内容は別にそこまでむちゃくちゃ悪いわけじゃなくて、まあ、ある程度、やることもやりながら、まあ、もちろんやれない時はありますけども、まあ、トータルで考えたらこの2日間しっかりあのホームを守って2つ勝てたっていうのが一番良かったなと思います。まあ、プラスマイナスで考えたら絶対そうだと思います。ここ数試合別にあのマイナスな時間帯ばかりじゃなくて、もちろんおっしゃっていただいたみたいに自分たちのプラスの時間帯が、長くなることはなってきてますし、で、まあ、特に後半も本当に自分たちの時間帯だっていうことは僕は彼たちに伝えているので、特に後半やっぱその時間帯がグッてくるタイミングっていうのはやっぱりあの、まあ、最近多いなっていうふうなイメージはしてます。別に前半は決して悪いわけじゃなくて、まあ、もちろん前半はまあ、どこのチームもやっぱ一生懸命頑張ってくるし、うちを倒したい、うちに勝ちたいと思ってやってくるので、その中であの子たちも真剣にやりながらでもそんなにうまくいかないこともある中で、それでも、まあ、もちろんリードもしてますし、でただ後半は、まあ、ある程度、まあ、前半の感覚とで自分たちのあるべき姿っていうところをもう一回強調すると、まあ、こういうゲーム展開に最近はずっとなってくれてるなっていう印象です。個人的には、まあ、最近やってるのも数試合前にすごい感じたのが、ちょっと自分の感覚よりかは彼たちが早いかなと思ってます。その成長するスピードっていうところは、まあ、10試合ぐらいもう少ししんどいかなと思うたくさんあったので、まあ、これから、12月1月っていうのはカーディング的にすごく面白くなってくるっていうところなので、まあまあ、それに向けてこの11月いっぱいまではある程度の形にチームをしたいなっていうのが僕の基準であったので、まあ、そう考えたらまあ、まあ、まあ順調には来てるかなと思います。まあ、本当に勝つことっていうのは僕たちの一つの仕事としての大きな部分だとは思っております。で、まあ、もちろん13連勝もしたいし14連勝もしたいですけども、本当にこう一つ一つの積み重ねだっていうことはもう事実変わらないし、で、まあ、レギュラーシーズン、まあ、もちろんプレーオフとレギュラーシーズンはまた別物だって言いますけども、でも去年の子たちが12連勝したのも去年の子たちが一生懸命やってくれた結果で、この12連勝も彼たちが今の子たちが積み上げてきたものなので、まあ、今の子たちはまあもう一つ二つはもちろんそこにそれから先も含めてまあしっかり勝ってくれるんじゃないのかなっていう雰囲気はします。まあ、ちょっとまた違ったバスケットになると思うんですよ。来月ってのはなるかなってイメージはしてるんですけども、ただ相手が今いることも違うこともある中で、ただ自分たちの変わらない部分と、もしかしたら自分たちが少し変えないといけない部分もゼロじゃない可能性もこれから出てくるかなってイメージはしているので、まあ、そこら辺含めても21、22、29、30になるのかな、次のホームゲーム4試合というのが、まあ、もちろんそのホームゲーム4試合をしっかり勝ち切るためにも、その前のアウェー4試合というのをしっかり自分たちの形で、勝って守って帰ってこようかなというふうに思います。そうですね、マーチのラインナップっていうところは、まあ、例えば今日だったら亮太がいなくて、僕はプレシーズンからスタート変えたことがなくて、まあ、変えざるを得ないっていうところで、まあ、目黒を今日はスタートにして、まあ、試合も始まりました。で、まあ、もちろんバックアップのところもそうですけど、まあ、なんていうんですかね、まあ、自分の子供であれば、例えば 長女がある程度成長して、まあ、次女がとかってこう成長のなんていうんですかね、まあ、バランス、まあ、ちょっとある程度区別つくと思うんですよ。お姉ちゃんが成長して、まあ、お姉ちゃんが成長してると妹もいててってあるんですけど、僕たちのこの面白いが、まあ、同じタイミングで成長させなければいけないとかっていうふうに多分ちょっと皆さん思ってると思うんです。やっぱ皆さんが見るときは試合を見るから、やっぱりこう毎試合毎試合自分の推してる選手だったりとか応援してる選手に活躍してほしいから、やっぱその選手に行くと思うんですけど、やっぱ結構すると難しいと思うんですよ。バスケットも同じようで同じじゃないから、だからまあ本当に何節か前に僕言ったと思うんですよ。彼たちの成長っていうのは本当にこの季節の四季と一緒ですって言って、春夏秋冬と一緒で本当にそれと一緒だと思うんですよ。だからこう春に成長する子もいれば夏に成長する子もいるし、冬に成長する子もいるで、こうそういうバランスだと思うんです。だから僕の中ではまだ本領発揮してない選手が何名かいてるので、単純にそれっていうのはその選手がマイナスってわけじゃなくて、やっぱある程度慣れだったりとかある程度アジャストするっていう部分、この僕にもチームにもっていうところがあるので、だからまあ新しい手法を使うっていうよりも今いる選手が僕の中ではまだ完全にこうまだ先切ってないので、はい、まあ、それが最適ならちょっと面白いなっていうのを思ってます。はい、じゃあ咲かせるのも僕の仕事です。はい、僕の仕事だと思ってます。はい、
まあ、もちろん多分皆さんが一番分かってるで彼っていうのは本当に別に試合に出てる出てない関係なく、しっかりチームをこうなんていうんですかね、鼓舞してくれて、どんな時でもチームをいい方向にしようとしてくれるマインドっていうか、まあ、そういう姿勢言動っていうのはあんまり、まず一番この今僕がチームにいただいてる財産だとは思ってます。ただ彼ももちろん選手で自分の居場所っていうのは自分で掴まないといけないですし、で、まあ、そう考えたらまあ今日は別に僕がスタートで使った後は別に何かギリだとか温情とか別にそんじゃなくて、真剣に金沢に勝つために彼をスタートで使って、まあ、それに関してはまあ最低限、まあ、しっかり仕事してくれたかなっていうふうに思っています。でもちろん普段のところで言うと、ちょうどこの金曜日の日、金曜日だったかな、金曜日試合か、木曜日か、木曜日の日にちょうど彼にも話して、逆にもっとこう、もっとお前だったら、チームにできることがあるんじゃないの、何のために自分がここにいてて、チームのためにじゃあ自分がどうできるかっていうのをもっと考えようよって、そういう話を本当にしたぐらいなんですよ。だから多分彼はもっともっとそういうところでチームにこれから先もいいプラスの何かをくれるんじゃないかなって思ってます。まあまあもうどこのチームも本当にこの時期は怪我つきもので、で、まあ、そういうことを考えると、まあ、大きな怪我っていううちが今出てなかったっていう事実だけがあったと思うんですけども、でも本当に誰かが怪我して誰かがアウトするんだったら誰かがステップアップしないといけない、まあ、それがチームだし、それは別に怪我で理由だけじゃなくて、例えばじゃあスタートの選手が調子悪いんだったら次が出ていく選手がやっぱりなんかこういい流れを守備に持ってくる、まあ、そのなんかお互い様っていう部分は僕は絶対にあると思っているので、まあそういうまあ一つこう、まあ、いい機会にもなったかなっていうふうには今日は思ってます。